はい、皆さんこんにちは、太田利政です。今日はですね、この動画で2021年11月に発売されましたこちらの書籍、なぜ中学受験するのか、この本のですね、内容を短く、解説していきたいと思います。この仕事をしているとですね、よく聞かれる質問があります。中学受験の メリットとデメリットはそれぞれ何ですかという質問なんですね。これはなかなか答えづらい質問で、結婚のメリット、デメリットって何ですかというようなですね、質問に似てると思うんですね。あるいは子どもがよく発する、なぜ勉強しなくちゃいけないの、こんな質問にも似てると思うんですね。勉強しなくちゃいけないのは分かっているんだけれども、なんとなく納得できない、そんな時に、客観的な答えが欲しいというよりは自分自身を納得させたい、腹落ちさせたい、そんな時にですね、出てくる類の質問なんだろうというふうに思うんですよね。で、この中学受験のメリットデメリット何ですか、こういう質問が発せられる時というのは、この中学受験なんとなくするんだろうなという雰囲気にはなってきているんだけれども、このまんま突っ走ってしまっていいのだろうか、いう気持ちであるとか、もしくは小学生があんなにたくさん勉強しなければいけないというのはちょっとおかしくない、そんな疑問が背景にあるんだと思うんですね。ただこの感覚というのは非常に正しいんですよね。そこに疑いを持たない方のが怖い、こういうふうにいいのかしら、おかしくない、そんなような、感覚を持っていることというのが非常に正しい感覚、だというふうに思います。で、この中学受験のメリットデメリット、先に結論を言ってしまおうと思います。これは中学受験で得られるものの何をメリットだと感じて、そして何をデメリットだと感じるのか、これはですね、その人それぞれの教育観、子育て観、あるいは幸せ観、人生観のような価値観に左右される問いなんですね。で、ここですね、このグラフをちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、こちらのグラフがですね、1987年から2021年の中学受験者数、首都圏の中学受験者数を折線グラフにしたものなんですね。こちらのグラフ、この本の中に掲載されているグラフ、もともとは首都圏模試センターでまとめたデータですけれども、こちらの本にも掲載されています。で、これご覧になっていただくと分かるようにですね、最新の首都圏の中学受験者数は5万人を超えてるんですね。そしてこのところ何年かずっとこの中学受験者数は増加の傾向にあります。ですからメディアではですね、近年中学受験者数が増加していて、その中学受験が過熱しているというふうな報道がよくされるんですね。でもですね、これより前見ていただくと、すでにですね、2007年には5万人を超えていたんですね。
さらにこの1990年代にも5万人を超えていて、何も最近になってですね、急に受験者数が増えたわけではないんです。そしてこの1990年代、5万人を超えているわけですけれども、実はこの頃ですね、首都圏の中高一貫校、私立の中高一貫校というのは約200校しかなかったんですね。それが現在は約300校になっているので、昔に比べれば全体としては今の方が中学受験は緩和しているというふうにも言えるんですね。では中学受験のどこが過熱しているのかという話ですね。これは一部のトップ層の争いが過熱しているということなんですね。どういうことかというと、中学受験の問題を各学校が毎年作るわけですけれども、新しいタイプの問題が出てくると、それに対応するようなカリキュラムを塾の方は用意します。で、そうするとまたじゃあ塾のパターン学習には対応できないような問題を作ろうというふうにして、学校側も新しい問題を作ります。そうするとまたそれを塾としてはテキストの中に含めていくわけですね。さらに A という塾がここまでの量あるいは種類の問題を解けるような、そういうカリキュラムを用意したとします。そうするとその A という塾に負けてはいけないということで、 B という塾はそれよりも少し多めに設定することになりますよね。でさらに B に負けてらんないと、 C という塾があったとしたら、それはさらにまたもっとですね、多い量をやらせようという力が働くわけですよね。そうすると A も黙ってはいられません。 C よりももっと多く頑張らなきゃいけないよね、そんなようなですね、いたちごっこになってしまうわけですね。そうするとどん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 その子どもの負荷が上がっていくということが実際に起きています。それが特にですね、トップの最難関校を狙うようなお子さんたちの間で熾烈になっている、これを過熱というふうに捉えているわけですよね。そしてこの過熱過熱っていうふうに言われると、これ人間の習性としてですね、あ、ここが過熱してるんだ、じゃあそこに自分たちも乗らなきゃいけない、そんなような心理も働くわけですよね。そうするとどうなるか、ある種パニックのような我先にというふうな状態になるわけですね。これがいわゆる大衆心理と いうことですよね。で、このパニックになってしまうと中学受験がどん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 辛いものになってしまう。そんな時に視野を広げるために、なぜ中学受験するのかを考えてほしいわけですね。この視野を広げるというのはどういう意味かというと、もうこれ子育て全体だと思ってください。いつ終わるんだか分かりません。その子育ての中に一部分、中学受験という時期があるわけですよね。しかしこの中学受験、この時期だけに視野が狭まってしまっていて、この中学受験、いわゆるその偏差値の競争にとらわれてしまうと、中学受験が
快に変わってしまうわけですね。このパニックがそうさせる。それを防ぐために常になぜ中学受験するのか、それはここだけのことではなくて、この子育て全体のためにその一部として中学受験があるんだよと、そういう視野を取り戻す、そういう意味があるんですね。では中学受験で得られるものは何なのか。これ4つこの本では紹介しています。その4つというのが、この中学受験入試本番を境にして、その前と後、後というのは中高一貫校、6年間の生活があるわけですよね。そしてその入試の前というのは、大体約3年間の時間を費やして中学受験勉強に挑むわけです。そしてこの中高の6年間というのは思春期にあたるわけですよね。いわゆる多感な時期です。その多感な時期の試練がいろいろあります。そして入試の前の中学受験勉強はもちろんそれ自体が試練です。試練の連続です。で、これを乗り越えることで人間的な成長が得られるわけですけども、その乗り越えるときに各学校が持っている価値観、いわゆる見学の精神であるとか校風であるとか、そういったものが影響するんですね。そしてこの中学受験勉強の3年間においてはいろんな辛いこともあるわけですけども、そこに家庭の価値観、ね、もしくはご両親の価値観、これが作用してこの試練を乗り越えていく、そういう経験ができるわけですよね。この価値観というのはどうやったら 得できるだろうか、ね、いうようなその損得感情ではなくて、もっと生き方とかね、正しさにつながるような価値観です。そしてこの本の中では、この中高一貫校の中で得られる試練、多感な時期についてチャプター1で、そしてそれを乗り越えるときに利用できる各私立の中高一貫校の見学の精神、価値観いうようなものを第2章で、そしてこの中学受験勉強そのものの試練の中から得られるものを3章で、そして親から子どもたちが学べることを4章で紹介しています。で、この動画でもですね、この本の構成に従って1章、2章、3章、4章と4つの章をそれぞれの動画で説明していきたいと思います。